デイドリームマジック FM 愛知からお送りしています。さあお待たせしました。この時間はリモートゲストをお迎えします。お迎えするのはこの方たちです。ドーベルマンインフィニティスウェイです。カズキです。ドーベルマンインフィニティからスウェイさん、そしてカズキさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いですね。暑いですね。暑いですね。今東京ですか？名古屋です。名古屋ですか？近くにいます。いや本当すいません、ごめんなさいって言いたくなるぐらい暑いですね。そうですね、これ名古屋はやっぱ暑い。あ、でも多分暑い方だと思います。日本の中でも暑いですよね。あの和樹さんは岐阜県のご出身ですけれども、はいはいはい、それでもやっぱり愛知県暑いなと感じますか？いや暑いですね。東京も暑いし、またちょっと違う暑さも、あのスウェーさんなんか北海道なんで、ね、かなり苦手ですよね、暑いことに関しては。いや暑いのはきついよね。ちょっと変な声出てましたもん。いやなんか外にいるだけでダメージ食らってるから。やっぱり北海道ご出身の方たちって暑さに弱いですよね。そうですね、かといって寒さに強いわけでもないですけど。ただ暑いですね、異常なぐらい暑い暑い、暑い。どうですか、こういう暑い時っていうのは何か乗り越える秘策みたいなのはお二人はあったりしますか？和樹さんどうでしょう？やっぱ店舗に入ることじゃないですかね。クーラーの下に、クーラーの効いた、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。そうですね、瞬間が気持ちいいですよね。瞬間が何よりかは、はい、幸せな気分になりますよね。はい、さあそんなドーベルマンインフィニティですが、先週7月6日の水曜日におよそ4年3ヶ月ぶりのオリジナルアルバムロスト&ファウンドリリースになりました。まずおめでとうございます。ありがとうございます。4年3ヶ月ぶりということで、本当にいろんなことがあった期間だと思うんですけれども、はい、まずこのアルバムどういった作品になっているのか伺っていいですか？そうですね、ロスト&ファウンドってこう一言で言うと、遺失物取扱所という意味ではあるんですけども、でも僕はこのロストとファウンドをこう2つに分けまして、失ったものとまた改めてこう発見したもの、見つけたものっていうテーマで、アルバムを全部こうクラスしてもらったんですけども、皆さんこう共通で言うとコロナ禍を、乗り越えて、そこでこう失ったものもあれば、逆になんか失ったことによって新しく見つけたものもたくさんあるんじゃないのかなと思い、僕らもこの曲作りながらなんかそれを逆に聞かされたことがすごい多々ありました。いや本当にそうですよね、私たち失ったものもたくさんありますけど、その中で見つけたものっていうのも、あ、これもあれもあるよなっていう風に、私もこのアルバムを聴かせていただきながらいろいろと感じる部分があったんですが、すべての楽曲の作詞メンバー5人が担当されたというふうに伺ってるんですが、はい、そうですね、5人での作詞の作業っていうのはどんなふうに進んでいくんですか？曲によって結構書き方が違ったりして、こう割と今までだとこう みんなで集まって一つの空間で歌詞を書いていく作業も多かったんですけど、どちらかというと今回は結構個人個人で書いてバースを持ち寄ったりとか、サビを持ち寄ったりとかっていうのがあったんで、結構僕らもレコーディングするまでこのみんなのフローを知らないままこうみんなのフローを聞いて、すごいなんかあこういう感じで来るんだみたいななんか面白さありますよね。はい、じゃあそのレコーディングの現場でこう合わせていくみたいな感覚なんですね。そうですね、でも割とよく合いますよね、このバラバラで、大きなテーマっていうのはあるんですけど、はい、そうですね、だから僕ボーカルなのであれですけど、やっぱ俺ちょっと気になったのはそのラップの中でのこうあるんですか、こうやっぱこのかますみたいな、この順番もそうですけど、なんかこの人こういう感じで来るんだったら俺もみたいな、どうなんでしょうね、どうでしょうかね。まあでも一回こうドーベルの場合はするっとみんな持ち寄ったものを取ってみて、はい、でそれを聞いた上で順番をそこから決めるみたいなのもあったり、そうですね、面白い、そういうのでこう化学反応が起きるっていうのはよくあるんですね、スタジオで。うわー楽しいですね。じゃあもう本当に5人で、あ今の良かったねとか、あこここういうのありだねみたいな感じで作り上げていくわけですね。そうですね、
これまでにリリースになった楽曲に加えて新曲6曲を追加した全12曲入りになってるんですが、来週の20日水曜日には新曲12曲を追加した全24曲入りの配信限定完全版というのが配信リリースになりますね。はいはい。これまたパッケージとその曲順なんかも違って、このあたりもぜひ聴き比べてほしいというかですよね。うん、そうですね。なんで結構もうやっぱり24曲もあると、まあ12曲の時点でもすごい曲順って僕らもすごい悩んだんですけど、やっぱり24曲になった時に、まあ、プラスこう12曲追加するってなったら、なんかちょっとやっぱり12曲の時とまたこう曲順も同じだとちょっと違うなっていう風になっちゃって、で僕らの中でまたこうゼロに戻して組み立て直しを出したんですけども、その作業が結構大変でしたね。ああでもない、こうでもない。ああいいですね。そうして完成された、ぜひ24曲もね皆さんに聴いていただきたいなと思いますが、で来月からはアルバムを引っ提げた全国ツアーもスタート。本当にお忙しいですけれども、このエリアはいつどこに来てくれるか教えていただいていいですか？そうですね、このエリアは、9月8日メンバーカズキの地元岐阜に、はい、来させてもらいます。これは、長良川国際会議場ですね。はい、長良川国際会議場が9月8日として、10月7日が、愛知の、名古屋国際会議場センチュリーホールで、うん、そうです。ねえ、全国12カ所13公演ということで、はい、本当に駆け抜ける日々が始まっていくのかなと思いますが、どんなライブになりそうでしょうか？いやもうこれはね、かずきさん。そうですね。結構なんだろうな、バンドでこう僕らもドーベルバンドっていつも一緒に今まで一緒に音楽やってきたメンバーがいて、はい、本当にアルバムの曲たちも、まあ、既存でももちろんあれなんですけど、さらにパワーアップするんで、音源たくさん聴いてもらった方でも多分またライブにならでは のものすごい迫力のあるライブになるんじゃないかなと思ってますね。楽しみですね。これぜひ9月の8日が長良川国際会議場、10月の7日が愛知名古屋国際会議場センチュリーホールですので、足を運んでいただきたいと思います。ぜひちょっとアルバムのタイトルにちなんで、お二人の最近ロストなくしたもの、もしくはファウンド見つけたものを教えていただきたいなと思うんですが、スウェイさんから聞いていいですか？ああそうですね、なくしたもの、そうだな、僕は逆にこう2つありまして、はい、よくトレーニングでそのままこうプール入ってサウナ行くんですけども、その時に、水に強い、イヤホンがあるんですよ。それを僕最近買いまして、はい、もうずっと探してたんですよ。そういう、もう水に強いやつないのかと。それをようやく見つけた、まあ、ファウンドしたんですけども、買いまして、使って1回目以降の、なんていうんですか、家に帰って置いといたら、ロストしました、ね。まさかと思いながら聞いてましたが、1回でロストしちゃいましたか？そうなんですよ、ファウンドしてロストしましたね。いやーもう早くもう1回ファウンドしたいんですよ。そうですね、はい、でもあるあるですよね、イヤホンってなくちゃいますよね。はい、でもこれ以上に面白い話がやっぱり和樹さんが、あ、そうですね、やっぱり和樹さんが最後持ってってくれると思うんですが、はい、いや僕は北海道から沖縄まで、あ、京都もですけども、財布を全国各地でなくしてまして、ただ必ず戻ってくるんですよ。ロスト&ファンドで僕一番びっくりしたのが、東京で多分スクランブル交差点あたりで僕落としたんですよ。はい、はい、で東京あんだけ人がいるんですけど、もうこれはさすがに終わったなと思ったんですけど、後日知り合いの先輩から LINE が来まして、なんか和樹最近焦ってないみたいな、いや、まあ焦ってるっちゃ焦ってるけど、どうしてですかって言ったら、俺、和樹の財布拾ったんだよねって言ったら、また知り合いが拾ってて、なんかそういうところあるんですよね。すっごい、さすが和樹さん。ありがとうございます。
僕らの曲なんですけどね、はい、すごい、はい、いやなんかやっぱ持ってますね。そうですね、でも結構マジで戻ってきますよね、財布に関してはね、結構ね。だから今日も早速名古屋でわざとロストしてみてサウンドできるかっていう企画をやってみたいな、ね、ぜひお願いします。はい、はい、ちょっと近く行きます私。はい、拾ってください。探しに行きます、ファウンドしに行きます。はい、はい、いや本当に楽しい時間をどうもありがとうございました。ありがとうございます。あっという間のねお別れの時間です。もちろんラストね1曲お届けさせていただいてお別れしたいと思います。じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、それでは聞いてください、ドーベルマインフィニティでスウェイマグル。この時間はドーベルマンインフィニティのスウェイさん、そしてカズキさん、リモートゲストにお迎えしました。今度はぜひスタジオにも遊びに来てください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。